言い方スイッチイエーイ、サクさんです。サクさんです。ということで、はい、ブログ金満夏ボ、ひとみちゃんが欲しいということで、はい、ただも自力で当ててください頑張れ。じゃあ入れます。これえ？パッタンじゃない？パッタンかな？いや、これで出たらめっちゃ行きますよ。パッタンだからね。そんな前かね、言ってるからね。はい、行きますね。ほい、ほう、ほい、はい、さあ次行きましょう。じゃあまた行きますね。ほい、これ、ふう、はい。これ当てたらすごいよ。これ、九、五、はーい。あと一回。やば、これで当てへんかったら大外れ。頑張ります。はい。でもそろそろ何かしら、合金ではなくとも何かは出る気が。九、ふう。あと1回だけやります。あと1回だけ。なんやこれ。まあまあ、サクさんはこういうのは強運ですからね。お願いお願いします。お願いします。普通にお願いします。ちょっと待って、もう一回だけやるわ。沼や。頼ます。頼ます。うわー！やばい。どんだけー？もう真ん中ばっかり攻めてます。お、なるほど。真ん中攻め。さすがにだってこれで帰れない。お願い、次こそ当たってください。お願いします。最後です。お願い、お願いします。はい、お願いします。お願い、評価、チャンネル登録、ツイッターお願いします。さよなら。こんにちは、かーちゃんです。今日はね、憧れだった職業のお話をしたいと思います。お医者さんに憧れて、こういうお医者さんが持ってそうなペンを服の子とかにつけて、ノートを持ってこうやって書いたりするのに憧れて、よく真似してました。皆さんこういう経験ないですか？ということで、ゲルミチャンネル、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。